自営業でいつも車ばっかりで、行動の真面目が優しい旦那さん。電車に乗る機会の少ないその旦那と正月、久々に人混みに出かけた。スタスタと一人で先に歩いて行っちゃうその後ろ姿を、大勢の中で見て、なんとも不思議な気持ちがこみ上げてきた。普通ってぐらい、いや、もっとくっつくだろ、おい。なんで振り向きもしねえの？だんだんと、結婚相手本当にこの人でよかったのか？と。そりゃ、若夫婦みたいに手をつながなくてもいいっすよ。でも、歩く速さぐらい合わせてくれたっていいでしょ？微笑んだ目だけで合図くれてもいいのよ。家に帰ってきてもなんだかムカついて。無視していたけど、ついに新年早々ありのままをぶちまけてしまった。人混みで勝手にスタスタ歩くような人と老後一緒にいる自信がない。老夫婦のように思いやる空気がこの二人にはないね。あんたは一人でも生きていける結局自分なのよね。私がいなくてもいいんじゃない？ああいう態度は離婚しても良いと思ってるからじゃないの？と、出るは出るは思うがママを言ってしまいました。旦那は、キョトン、後ろからついてきてると思ってるんだけど。と、人混みで手を差し出してくれないだけで騒ぐ私は40代。私ってやっぱりバカなのかな？